あら、そう。じゃあそれ、いただいてくわ。ありがとうございます。毎度どうも。翔子先輩、なんすか？はい、おかげさまで。じゃあ、翔吾先輩。ほら、新先輩のネパールの話。店長はなんであんなに立派な店なのに、花屋、自分家の家業を継がなかったんでしょうか。俺、そのことを聞いてみたかったっす。聞いていればよかったっす。大事だけど、家族も好きだけど、でも何でもないっす。はい、かもしれないっすね。ないっすよ。でもそれでも俺は信じるっす。どの神様でもいいけど、生きてる世界もそうじゃない世界も。
全てをひっくるめた決まり事がちゃんとあって、そういう摂理の中に俺たちは生かされている。決して一人で冷たくて暗い世界に行ってしまったわけじゃない。だから安心していいんす。いや、俺も信じることができなくなるときってあるっす。でも神様の作った物語をそうだと信じれば、その強く信じられる瞬間は気持ちがふっと楽になるから、少なくてもそういう意味ではそれは真実だと言える。それでその人間が真実を作り出せるっていうのはすごいと思う。すげえ力だと思う。でも神様も物語も自分でも作れますよ。はい。マグロ。あ、日田先輩。行くぞ。太陽が打ち合わせだってよ。じゃあ、翔吾先輩、俺、もう行くけど。じゃあ、大丈夫っす。時間が過ぎていくから。そうすれば、また元気出てくるっす。新しいミステリーサークルは太陽のシミュレーションによると、どうしても最低2時間は必要だって。ダメだな、もっと急がせろ。もっと早くしろよ。そうだね。ただし、その時間、それから死、時間と死だけが全ての人間に平等で、この世で唯一絶対的なものなんだ。
らないとバカみたいだね。舞い上がってたんだ。翔吾くん、あなたさん、付き合ってたんだ。翔吾くん、翔吾くんのお見舞い、怪我ひどくないみたいでよかったよね。早く行ってあげて。早く行って。翔吾くんは私たちにとってただ通り過ぎていくだけの人かもしれないね。それが私だって私は知ってて、忘れててごめんねって慌てて取り出そうと手を伸ばすの。それで
消してしまおうとしてる。そんな恐ろしい夢を見てしまうような悪い人間なんだよ。ひどいお姉さんだよね。ミフを自由にしてあげられるのは私しかいないと思ってた。時々ままならない現実が私たちを阻むけど、それでもそう信じてきた。ミフを自由にしてあげられるのは私しかいない。悲しい時もミフには笑って大丈夫、私がついてるからねって、どこにも行かないからねって、ずっとそばにいるからねって、そう胸の中で言い聞かせるため、その度ごとに私の中で何かがなくなっていく、そんな気もしてた。ミフには私しかいない、そう信じてきたよ。そうだよ、ずっとそう信じてきたのに。なのにあの時何かが変わっちゃったよ。雨に打たれてもいいと思えてしまったから。あの夜に何かが変わっちゃったよ。思い出に変わる君の夜。でもやっぱり翔吾くんのことを見つめるミフの目を見たら、私は変われないって思った。変わっちゃいけないって。でもね、翔吾くん、翔吾くんが喧嘩してミフのために真剣になってる翔吾くんを見たら、胸の中が痛くて、その痛みをどうしても自分でごまかすことができなくて。違う、そうじゃない、変わってなんかいないんだ。ずっとただ自分を偽ってきただけだった。ずっと嘘の自分を演じてきただけだった。その時気づいたよ。翔吾くんのことが好き、翔吾くんを諦められない。